彼女を友達に連れて辛い意味ですが、猫人さんの動画を見て笑ってる自分がいて前に向けてると思いました。ありがとうございます。頑張りましょう。あのね、浮気をされたところで、その後の人生、関係ないです。幸せになります。私を見て、私は、かつて、4回よ。しかも、俺が把握してるだけで4回よ。それでも今生きてる。この頃のミラン君、一番好きです。そうですね。まあ、ミランの、まあ、栄光時代と言ってもいいのかな。まあ、あんまそういう言い方すると怒られちゃうかもしれないですけど、本当に世界選抜のようなメンバーでしたし、私はどっちかっていうと、まあ、リバプールとかをね、応援していたところがあるので、あの、チャンピオンズリーグの決勝とかでね、まあ、当たったりするじゃないですか。リバプールとかアーセナルとかと。だからミランが嫌いでした。ザルドン。美味しい季節が来た。そう。夏。そうめん、ざるそば、冷やしうどん。この三種の神器で夏なんてものは簡単に乗り切ることができます。なんならですね、美味しいじゃないですか。このそうめん、ざるそば、冷やしうどんって。冬もね、食べていいと思う、もっと。だって、美味しいでしょ?なんでみんな冬に食べないのかな?寒いからです。やっぱ冬は、鍋焼きうどん。まあ、鍋。鍋やな。昨日鍋やったわ、そういえば。チコニラさんは、妹さんおったら、あずきちゃんってアニメ知ってますか?もちろん知ってますよ、あずきちゃん。あの、私が思うにですね、あずきちゃんが日本のアニメのツインテールのパイオニア、そう思っています。違いますか?そうですよね。アケが失踪した時に、時はニラとして気持ちが高まりました。それにしても、ウクライナのキーパー、神ってましたね。いや、アケさんのアシスト素晴らしかったですね。てか、ユーロ本当に楽しいね。昨日もね、周年ボンバーちゃんと一緒にフランス・ドイツ戦を見てたんですけど、もうたまんね。ユーロ見てると懐かしい選手がいたりする発見もまた面白い。シフチェンコも44歳なのか。そう。モシさんが言う通り、フィンランド、スパルブさん、まあ、スパノブさんっていう呼び方をされてましたけど、これかつて私が190センチ以上縛り?巨人選手縛り?進撃の巨人縛り?その時に獲得して活躍した選手でしたね。ネコニアさんのこの企画で昔の選手が分かるようになりました。ありがとうございます。いや、そう言っていただけるとですね、私のこの活動も、まあ、妙利に尽きると言いますか。だって、もう自己満じゃん。この私がやってることって。自己満なのにもかかわらず、もうありがたいお言葉ありがとうございます。目覚ましいのような気がするな。あ、タイトルね。動画のタイトルね。目まぐるしいってやってましたね、私ね。やべ。ちょっと直しますね。目まぐるしいではなくて、目覚ましい。ありがとうございます。バレたな。俺の国語力のなさかな。うん、ありがとう、シックスマーチちゃん。これからもよろしく頼むね。そうなんです。声が、取れてませんでした。一発撮りでアテレコしてます。首位との勝ち点差が3。なので、まだまだ全然あり得るよ、優勝。そう思ってプレイしています。っていうことをきっと言っていると思います。これむずいな。完全一発撮りで行くんで、ちょっと余計なこと喋っちゃうかもしれないですけど、よろしくお願いします。はい。そうです、後撮りですって。はい。で、今日は、まあ、レアル戦もあるんですよ。だから、大事な、3試合、バイエルもね、うちより、そう、エリクセンのユニフォーム届きました。ちょっと古いタイプですけど、もう探し当ててポチりました。エリクセンのデンマークの代表のユニ、むちゃくちゃかっこいい、最高のお買い物をしたと私は思っています。まあ、エリクセンさんね、病室の写真とかもね、公開されて、元気な笑顔も見れたんで、一安心です。で、アトレチコは15位、バイエルンミュンヘンはうちより順位高かったの4位かなんかで、レアルとの試合もあるんで、もう3試合とも勝っていきたいっていうようなパターンです。気持ちとしてはね。でね、これ見ていただくと分かるんですけど、フォーメーション見るとね、なんとまだそう、これジャンが調子悪い。これで一大事なんですよ。ここで私が取った行動、バーチャットスタメンキーパー軍、これいつぶりですか。この光景はいつぶりですか。
アトレチコを舐めてますか。いやそんなことはないんですけど、まあ、バーチャット絶好調なんで、ちょっとバーチャットで頑張りたいなと思っています。クーマンさんなんかもね絶好調ですし、まあ、やってくれるでしょう。ペレアさんと比べます。もともとアトレチコなんでね、トーレス、はい、イバガサ、ナノ、ノボ、ユクさん、レナト、アントニオ・ロベス、ガルシア・カルボ、はい、指名をね、パブロ・イバネス。負けたくないです。さあ試合が始まりました。ファンデン・ボーアさんがですね、前回の試合でものすごく調子が良かったですから、それに期待していきつつ、ピンチです。ピンチ、うん、ユーロを見ると皆さん寝不足になるでしょう。私ももちろんそうなんですけど、どこ出せないのか、これむずいな。これむちゃくちゃこれむちゃくちゃむずい、まあ、皆さんはどういうことになってます。もう日々ね、あ、ちょっとチャンスじゃない、オーケー。やっぱバンデーボアさんでしょ、やっぱバンデーボアさんなんですよ。結局これです。私がなんか適当なことくっちゃべってたら、まあ、そうウィングでしかない、そういうこと。本店ここはてとしっぽりフェノール生活をふうふう、オッケーオッケー、繋いで、もう一回チャンスですよ。はい、ベッケンバーさん、これは繋がらない、うん、予防予防、ベッケンバウアチャンス、カンナバーロ、ベッケンバウア、オーケー。あのねちょっと名前しか言えないわ、名前しかちょっと言えない、難しすぎて。ただこれカンナバーロさんのアシスト、これすごくない、これすごいでしょ。いいよねこれ。これなんて言ってんだろう、歌詞なんだよ。階段フランスをちょクーマンさんからカンナバーロさん、これいいパスでしたね。ベッケンバワさんのクロスが出ると思いきや、クロスしない、クロスしない、謎のループシュート。ユーロを見るとやっぱ生活リズム崩れるんですけど、なんかねその寝不足なのに頑張って試合を見る、これじゃん。やっぱ海外サッカーとかを見てる時の、あの要はリスクってそれじゃないですか。で僕その、まあ、プレミアリーグとか、あの、ね、その日本人選手が所属してるチームの試合は見るようにしてるんですけど、リアルタイムで見たり見なかったりなんですよ。でもユーロはなんかリアルタイムで見たいじゃん、やっぱりお祭り。ちょっとここで変えてます。全然試合のこと喋ってね、これピンチです。ジョン・テリーさんがねすごい、すごいんだよ、もう全部ジョン・テリーさん。あれバーチャと、そうだ忘れてた、キーパーバーだからね。あーあー、なんでこれで演出が流れる。バーダが必死に守らないと、打たれただけでもやられるよ、そういう危機感をですね、ぜひ守備陣には持って。ナイスパスは、え、本物のウィングじゃん、本物のウィングです。このねコース取り、ドリブルの相手に追いつけないようなドリブルのコース取り、完璧なやつ。バンホーテンココアテン、おいしいポリフェノール生活バーチャット。これはキーパー取りました、逃げ回して、ここはいいんじゃないの、さ外出してシリアさんがどうするか、うまいよ。あーなんで、なんでジョンテリー、ほらここもジョンテリー、まず勝ちです、2対0。まあ、アトレチコは順位もねちょっと下だったんで、まあ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 、これで誰かが上がりましたかっていう、そういうところです。シリアさんがむちゃくちゃ上がった、ベケバーさんも上がりそう、うん。でどうなってんのこれは、レアルが勝ってる、ユベントスも勝ってる、あー順位に変動はない、まあ、勝ち点差3のまんまですね、レアルマドリーと。この後バイエルン戦の後ですね、レアルとの直接対決があるんで、
そこに向けて我々は進んでいくよと、バイエルン戦のスタメンをどうしようかっていうことを悩んでる。この時私は何を喋っていた？あ、カンナバールさんがちょっと疲れてるから休ませようっていう話か。そういう話ですね。だから、バンデンボアさんがセンターフォワードやってる感じですね。はい。で、ベッケンバーバーと比べてる。マカイ、サンタクルス、ゼロベルト、サリハミジッチ、バラック、ハーグリーブス、ラウ、サニュル、ロベルト・コバチ、ルシオ。すごいメンバーいますね、やっぱバイエルもね。昨日のそのフランス対ドイツ、昨日というか今朝か。まあ、バイエルン、まあ、だからね、すごかったよね。あのリュカ・エルナンデスとあのキミヒキのバトルとかね、バイエルンバトル。そこにまたサネが来てズンみたいな。シリアさん、シリアさんはフィニッシュだけ素晴らしければもうあとはもうパーフェクトボディなんだけどなっていうことを多分言ってます。この時言ってたかな。危ないね、危ないよね。なんとかギリ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 した、ギリギリしました。ただ攻め立てられてる。バイエルが強かったんだよな。ほら、あークーマンさん、ベッケンバーバーさん、ペレアさん、あ、完璧なワンツー飛び出てる。カーンの壁って言ってます、多分言ってなかったな。これどういう試合、どういうふう、どういう感じだったっけかな、これファールは PPP だろって言って、あ、フリーキックか。これ誰で蹴ろうかなってちょっと迷った挙句、これベッケンバーさんでもいいんですけど、カーブが高いバンデンボーアさんで蹴ったと思います。確かそうだよね、そうだよね。これ見てみんな、これ見て、場所も悪くないですよ。そうですね。さあここからリスタート、いいポジションです。ここで先制しておきたいでしょう。惜しい、その後も惜しい。いや今作フリーキック一本も決めてないからな。今作っていうかこの企画、もう41分か前半の。ナイスクリア、素晴らしいディフェンスだ。うん、オッケー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 。こっからカウンターです。我らの作戦はカウンターか演技、ペナルティエリア内での演技、それしかないので、このカウンターものにしたい。いいよ、いい、仕掛けます。シリアさん、ナイス。シリアが決めたよ、シエラが決めた、歌はシーラシーラシー、シエラの歌、シエラってみんな知ってますか。素晴らしいゴール。ちょっと声が出てませんでした、大変申し訳ございませんでした。前半終了、いい時間帯に決めましたね。バイエルンにはシュート1本しか打たせていない状況、うん、素晴らしいと思います。いいよ、クーマさんのナイスカットからペリアさん、またカウンターチックで、バンデーボアさんから魂のフライループ。さあこっからですよ、シリアさん、来ました。私たちの作戦その2、ペナルティエリア内での演技派俳優で、クーマさん、はい、 PK キッカー持ってますからね、クーマさん。夜空の勇気でうるがらら笑う、笑うが昼って OK。 せめて歌詞だけ表示して歌えれるようにしとけばよかったな。歌詞が頭に入ってないんですよ、ジジイだから。大丈夫、もう 2-0 ですから、余裕のバレに投入です。このバレに投入が吉と出るか京と出るか。ペリアさん、ナイス。これ絶対ファールだけどね、こんなの。え、どう思います、今のに関しては。なんであれがノーファール、繋いでラウ、え、だからほら、もう一つの判定がこういうことを呼ぶ。マカーイがもう、マカーイ本当に顔もそっくりだし、マカーイ、皆さんマカーイって知ってます。これでちょっと話変わった。まあ 2-0 は危険なスコアって言うね、おばあちゃんが言ってましたから、ちょっと危ないぞっていう瞬間が来て、だこの時私はバレニを投入したことをすごく悔やんでます。
余裕のよっちゃんかと思ったら全然余裕じゃねえじゃんか。フォーチュンさんがいいよ。だからフォーチュンさん今センターフォワードでこれ使わせていただいてますけど、ほら、フォワさん、このさ、アウトに打った時にインにかかるこの感じ何なの、過去作。ゼロベルト。誰に？ねえ、みんなの期待と危機感を返してよ。ボールはあー悲しくてとてもやりきれないこのやるせないもやもやを誰かに告げようか。シレナ、ここはもし我に回して我にボーベ出したばかりにこうです。ここなぜ彼をフィールドに出したのでしょう。チャンス。あー、カンの壁。そして試合終了。アテレコなのに喉が痛い。これはどういう状況でしょうか。まあ、ジャンは上がったけど、ちょっとバイエルンには勝っておきたかったなっていうのが正直なところなんですよ。優勝のためにはね、必要な勝ち点だったと思っていて、まあこの後見ますけど、どうなってるか。まあレアルが負けてユーベが勝ってるんですよ。だから、まあユーベが1位なのかな、これで。勝ち点差が4。だバイエルンに勝ってれば勝ち点差が2だったってことでしょ。これはちょっと、そうそうそう、ジョン・テリーさんの背番号をしっかりと変えさせていただきました。はい。あとはバンデン・ボアさんなんですけど、今現役で、バンデンボアさんがね、68番らしいんですよ。それにさせていただきました。はい。で、レアル・マドリー戦ですね。で、スタメンどうするかっていう話なんですけど、ジョン・テリーさんが調子が悪かったんで、ヨボさんをセンターバックに持っていって、左サイドバックをアビダルさんにさせていただきました。で、アビダルさんと比べてます。ロナウド、ラウール、ジダン、ベッカム、スベンソン、エルゲラ、ロベルト・カロス、ミチェル・サルガド、サムエル、ザマー、さあここが大一番。これ負けるともしかしたら優勝ついえる可能性もあるんで、まだまあまあ実際分かんないんですけど、ユーベとかレアルがもうこれ以上負けるとは思えないんですよ。だから勝っておきたい。あと今ねマイクの不具合に気がついて、多分これはちゃんと音声取れてると思います。この前のいやすげえプレッシャー早いな真ん中。惜しい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 。カンナバールさんのそのいいよ、アグレッシブは非常にいい。そしてここはラウール、やば、繋いでロナウド、いいよ、ディレイディレイ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスディレイ、ナイスで、スペースを潰します。素晴らしいディレイ今のは。オフェンシブハーフ、ロナルゴクーラ、来た、いや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 、サルガド、これね、ベッカム対ベッケンバーバー、さあキッカーはロベルト・カルロス、この場所だったら狙ってくるかもしれませんよ。来ましたか、シュート、危ね、ベッカム左足かな今。そしてここはベッケンバウヤ、オッケー、来た、少しで前半の30分が来ないな、これでも来ないのか。折り返せばチャンスですよ。なんつーパス、なんで真上に行ってんだよ、俺は斜めに行くな。これ空いてる、よし、いいボールですよ。今度は右、なんでそんな角度で出んのパス。鉄壁の真下、ロベルト・カルロス、オッケー、危ね、いやー動かねえ、クーマンが、オッケー、前半終了、
ようですよね。まあ、後半なんとかしよう。後半。それでは前半負けちゃダメだよ絶対に。今後半がラウ。うう。ナイキー。無加工力今のパスは上手すぎ。これを返した。オッケー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 。こうじゃない？通るか。抜かれた。いやでかいな切り返しが。ファール。うん。いいポジションです。ここです。それだけでちょっと残念でしたね。やばいよね。オッケー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 。素晴らしい集中力。何をしてる？何をしてる？どうでしょう、はい、まだ点は取ってないんですけど、試合のペースは握っているかも。気をつけてね。でクリアしてるよね、俺。四角ボタン連打しかしてない俺は。マジかー。うん、チャンスはあるんですけどね。あと一つじゃないですか。ここからロベルト・カルロス。オブレー。出てるトラップ。頼むよ。縦に出す。いけない。縦に出して。この大きなパス。なんでかな。ガラララララ。最後決めたのは21世紀の怪物。ちょっと苦しくなってきました。キーパー弾いたところ。いや強いレアル。強いわマジで。持久力のある選手です。やば。なんでそこっち行った。やばい。あーガ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 ー。3枚買いしますけど、もう遅しなんだよな。うめえんだよディフェンス。なんであれを反応できる。やばいやばいやばい。ワイルドプレー。そっちか。あーカシアスの壁。そして今タイムアップ。乾杯です。改めまして試合結果は、まあ、ゆうべが負けててくれたらまだ望みはあるかもしれない。メンバー離脱代表ジョン・テリーがイングランド代表。頼むゆうべ負けててくれ。引き分けか。まだあるかも。じゃあ3位勝ち点差5。いやレアルに勝っとけばな。ちくしょう。あとまあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10試合あるんで、まあまあまあちょっとレアルとユーベがこけてくれることを願うしかないですね。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。